はい、お待たせいたしました、ニコニコ生放送ガブル TV 始まりました。司会の長です。よろしくお願いいたします、9月最初の配信になりますね。月額550円を頂戴いたしまして、月に2回配信しております。会員登録していただきますと、番組配信最後までご覧いただけるだけではなくて、過去のアーカイブも全部見ていただきますので、ぜひとも皆さん今日会員登録していただきまして、今日のトーク最後までお付き合いください。さて、それではですね、徳西先生の緊張、こちらの創造性はどこからやってくるかをベースにお話し進めていこうと思うんですけど、まあそもそも論で、じゃあその創造するって一体何なんだろうっていうか、どこからをもって創造というのかっていうところも、これもなかなか定義が難しいのかなと。あ、そうですね、はい、ただまあそのいや、その過剰になるっていうことが大事だと思うんですけども、うんうん、その過剰になるっていうこともなかなかその簡単にできなくて、ただしその何ですかね、僕らはその 人工知能っていうと、何かこう言われて何かとマッチングさせて会えば、それこそ自由エネルギー最小限じゃないですけど、会えば答えが出るっていう感じですよね、うん、でだけど実は合わせる、それ合わせるようなことなんてできないんじゃないかと、原理的に。で、合わせることができないがゆえに、まあ、そこの間にはもうすごい隙間っていうか穴が開いてて、でそこにそれが何かをこう呼び寄せて、過剰なものっていうのを絶えず作り出してると、うん、そういうことなんじゃないかなと思うんですね。で、実はそのなんかそういう例っていっぱいあって、例えば乗り物酔いとかそういうものを考えるときに、その脳の予想とですね、現実の、あの空間の動き方、うん、それがマッチングしてないから、乗り物用意するというふうにみんな考えるわけですよ、うん、それをできるだけ合わせるようにするために、例えばゴーグルつけて、そのゴーグルとその現実の空間を重ねて、うん、そこにちょっと予想するものを計算機でちょっと出してですね、うん、人間が予想するよりももうちょっといい予想で、それと合わせてやると、まあ、例えばその乗り物用意がなくなるとかいう形でやっても意外とその効果がないらしいんですよ、ね。なで多分そのずれてるのをなんかその解消して、それでその何乗り物がなくなるというのではなくて、おそらくずれのまんまである時にですね、突然その脳がとんでもないものを引っ張り出してきて、この間をまるでつながったかのように錯覚させるようなことをやって、それで乗り物酔いがまあなくなるっていうか、慣れるっていうか、そういうことが多いんではなかろうかと。でだから常にそういうことをやってるんじゃないかっていうことなんですね。でだとで想像っていうのはそれの最もそのまあ、顕著に見えるものなんですけれども、うん、多分だからそのどういうところでもそういうことはやっていて、うん、目の前に猫がいて、あ猫だって思う時ですらですね、うん、頭の中のなんかその ただの電気信号ですよ、猫と、うん、でその目の前に映ってる何者かみたいなものをこうマッチングさせようと思ってもさせられなくて、うん、させたふりをして、あ猫だと思ってるわけですよ、うん、させたふりをする時にだからいろんなものが総動員されて、それはその人なりにこの何がやってくるか、脳の中のそのいろんなその回路ですね、うん、でそのそれぞれにやってきた時にその猫の猫らしさとか、その人なりの猫 このクオリアっていうか主観性っていうものが作られるわけであって、で多分それがなくて、あ頭の中の猫と目の前の猫がこうじーっとこう近寄ってきてピタッとマッチングしたから、あ猫だっていう回答が出るというだけだったらば、うんうん、猫に関する感覚だとか主観的な感覚だとか質感だとか、人それぞれにおける感覚って言いますね、全くないということなんではなかろうかと思うんですね。だからそういう日常的な至る今のあらゆるところでそういったその感覚っていうのはこう現れているわけだし、で、まあ、想像で、あえて想像っていう時にはそれをもうちょっと大々的にこう展開するっていうことをどうするかっていうことですね。でそれで一番その何かその想像っていうことをあえて言ってるっていうのはやっぱり人工知能に創造性があるかっていう問題を、みんなそういう言い方をするわけですよ、うん、でも人工知能に創造性はあるかって言って、創造性があるかないかみたいな言い方すると、何か創造性っていう概念自体が、うん、まあ、一般化できて、うん、もう箱に入れられて定義できてですね、うん、でそれを満たすか満たさないかっていうことをチェックできるかのように、うん、まあ、その問いが立てられちゃって、まあ、前提がそうなっちゃってます、それがそもそもおかしいんじゃないか、うん、創造性っていうのは何かその自分でそのある構えをつけて穴が開いてですね、うん、そこに何か来るっていう、その人が感じるものだから、うん、もう徹底して当事者のものなんですよ。なるほど。でそうすると当事者性っていうことを度外視して、うん、一般化して創造性あるかないかということを議論すること自体が、うん、まあ、おかしな話になっているんではなかろうかと。あの皆さん今ちょっとスッとね、あの頭抜けちゃったかもしれないけど、すごい大事なポイントをおっしゃってるんですね、うん、あのこの本の中でね、アニータスさんは5って答える
しかしその時ニータスさんはお兄さんっていうふうに、答える、そういう欲動、まあ、力を押さえつけて、ニータスさんは五だっていうふうに答えるように、プレッシャーを受けるっていう、そういうふうにして、生きてるわけだけれど、これは面白いじゃない。あの人工知能と同じように正しい答えを出す時も、僕たちはある種揺らぎというか余計なハレーションというかですね、いろんなものがあの毛羽立っていて、でこれがね、つまり、まあ、生き物が認識をする、人間だけじゃなくてね、生き物の認識ってそういうものなんじゃないかっていうふうなあの洞察があって、うん、だから人間と、まあ、AI 人工知能が同じ答えを出して、でおお人間に近づいたみたいな話とは、で、まあ、ちょっと違うところにあの僕たちの、まあ、性、まあ、リビングがある。でそれをあの簡単に言うと当事者性とおっしゃってるんだよね、うん、その揺らぎは当事者にしか分からない、分からない、うん、ね、まあ、そこでちょっとキーワード解説したいと思うんですけど、1番って出ますかね。小藤先生は、まあ、ちょっと前の著書の中で天然知能という言葉を使ってまして、それ以外にこの人工知能、自然知能というのがあります。で今日 の, その今回のですね本の中では、この天然表現というところにたどり着くために、まあ、グニス先生は実際にアーティスト活動も実践的になさっています。で今から今ずっと出てきている言葉の中で、その穴みたいなものが、不完全なものには穴みたいなものがあって、そこにですね外部から何か不思議なものがやってくる、これが創造性じゃないかということをおっしゃっているんですが、ちょっと改めてこの本をこれから読んでいただく方のために、先生の方からこの、まあ、天然知能、人工知能、自然知能、天然表現、外部というのを改めてちょっと、まあ、説明しておいていただいてよろしいですか、ね、はい、そうですね、今日の議論で必ず繰り返し出てくると思います。はい、ここで言ってるその人工知能って言ってるのは、まあそのまあ主観的に自分の思うように世界を見るという見方ですよね。人工知能が先ほど言ってた、GNN 最小化原理っていうのはまさにそれで、経験的な世界を、経験的な世界って経験してるものってごく一部だから世界の一部なんだけど、それを世界全部だと思ってしまうと、部分を絶えず全体だと思って、でその世界、あの経験した世界がずっと反復されて、世界ってはそれだけだというふうに思っちゃうっていうのが、まあ人工知能の典型的なあり方ですよね。で今言ったその自然エネルギー最小化原理というのは、まさにその経験を世界全体だと思うことで、見たいように見るわけですね。で見たいように見てる、なその経験したものしか見ないっていうと、いかにもその外側に対してはまるで何も見てないようにも思いますけども、そういうわけではなくて、見たいように見ると、つまりそれは、例えば顔っていうのが横に2つ並んでて、鼻がみたいなものがあって、下に口があるというふうにパターン認識すると、うん、もうへのへのもへじって見ただけで、それは顔だと思うということですよね。だからそれはもう要するにその、いやこれは顔じゃないんだけれども、顔に、まあ、とりあえず顔と思うかというのではなくて、うん、顔だと思ってしまうという感じになっちゃうわけですよ、うん、つまりその、見てる実際には違うものと自分が見たいものの間のギャップとか、そのズレっていうものを感じながら、それをアナロジーで一致させるとかいうのではなくて、その当事者において完全に一致しちゃってるという形になっちゃうんですね。でそれがまあ人工知能的な見方であって、で人工知能的な見方はだから、その全てのものをこうマッチングさせて、それでその経験世界をまあ世界全体だと思ってしまうということしかやってないっていうんですね。で自然知能って言ってるのは、そのまあ言ってみれば科学主義とか、まあ、論理主義、合理主義のことであって、でそういうそのものの見方を、その、まあ、独善的ではなく、自分一人の立場ではなく、まあ、その皆さん、みんなが思っているその共有財産として構築しようということはやっているんだけれども、基本的にはそのいろんなデータを集めてきて、それでまあその、まあ、整合が取れるようなものを一個作り出すことであるから、まあ人工知能と基本的にはやり方としては同じになってしまうということです。もうちょっと他者性を含んでいるというか。そうですね。だからその、何か分からない、全く分からないものっていうものに対しての構えが、まあその入ってこれない、一応そこに入ってきてるということですね、はい、そしてその天然知能というのは、天然知能っていうのはですね、本当にその、何か
自分が想定してない外部を受け入れるっていうことを、まあその度胸を持ってやるしかないっていうことですね。うん、だからそのそれは本当はその絶えずみんなやってるはずなんですけれども、そのギャップをまあ大体だけどその何かを、先ほどのなんですかね、これをへのへのもへじを買おうとしてみるっていうのも、へのへのもへじを買おうとしてみるじゃなくて、へのへのそのそれは顔なんだと思ってしまうということで完全に一致してしまうんです、ね。だけどその間のその淡いっていうかギャップっていうか、それをあえて作ることで、今自分がその顔だとかそのへのへのもへじだとかって思っているものとは全然関係ないようなものがそこに来るかもしれないっていうものに対して、何かこうそれも受け入れましょうという態度を絶えず持っているのが、まあ天然知能っていうことだというふうにまあ考えてるんですけど、ね。うんうん、あるがままをそのまま受け入れる、あるがままっていうのとはちょっと違うんですね。なんでかというと、その、まあ、自分がその認識しているこの分かっているものと分からないものっていう区分は誰でもやるわけですよ、うんうん、でその時にまあ要するにその分かっているものと分からないものっていうものがあって、分からないものっていうものをこの、まあ、取り込むっていうことを我々はしてるんだろうなっていうふうに思っちゃうわけですよ、はいはいはい、うん、だけどそこで言ってる分からないものっていうのは、うん、所詮なんかその自分が分かっているものに対してその割と想像できる分からないものであって、今はまだ実現してないけれども、なんか今にこんなものが来るんじゃないかなと思っている程度の分からないものなわけですよ。はいはい、だからその分かっているものと分からないもののその間をこう考えていくと、その実はそういうものとは全く無関係な何かそのまたその外側にあると、つまりそのまあ内側外側っていうのをその基地と道みたいな言い方とすると、そこでまあ自分の世界観が構成されていて、基本的には自分らはその中でこううろうろしてるだけであると、うん、だけどそのさらにその外部っていうものがまあ外にあって、それを受け入れるってことが大事だってことですよね、うんうんうん、でそのためには内側と外側の間にどうやって亀裂を入れるかってことが大事だってことですね、ということですね、うん、はい、皆さん補足。郡司さんと僕の世代はね、SF、まあ、サイファイ、うん、をたくさん読んできた世代なんですね。で SF にはまあ、いろんなジャンルがあるけれども、ものすごい太い柱はね、ユートピアはディストピア、ディスユートピアであるっていうね、モチーフがあります。まあ一番有名なのは地球幼年期の終わり、まあ、チャイルドゼンズとかですね、いろんなものがあります。で今グニさんおっしゃったことはそれに引き付けると分かるんじゃないかな。で我々は安全便利快適、全て程よいバランスの中に収まり、驚きがなくなる、つまり予測的行動あるいは予期の枠組みの中に全て生じるように文明化されると、しかしそれによって我々は力を失う、簡単に言うと生きている意味、生きている実感を失う、当たり前のことだよねって僕は思います。しかし当たり前のことだよねっていうのは僕たちの実感なんですよね。実感だけどそれをロジックで詰めるっていう作業を誰もしてなかった、うん、っていう中で郡司さんが天然知能以降の著作でそれをねおやりになって、まあ、今日で非常に重要なポイントになると思うけど、肯定的アンチノミと否定的アンチノミ、これでは肯定的矛盾と否定的矛盾の狂気ともに起きる、うん、まあ、もっと言うと本当は二者択一であるはずなのに A でありかつ B であるというそういう肯定的な矛盾に困惑する。でその困惑ゆえに、一定のプロセスを経て本当は二者択一なのに A でもないし B でもない、つまりこれ穴なんですけど、ある種の空白が生じるとそこにやってくるんですね。そのやってくるっていうのはちょっと詩的な言葉ではあるけれども、つまりそこでさっきの話で言えばいい感じ、うん、そうか、世界の中を生きている感じ、その世界から何かをギフトされている感じっていうのがやってきて、でその今固定的肯定的アンチノミ否定的アンチノミの狂気っていうのをトラウマ構造っておっしゃってるんだけど、それがあって、つまりそれがトラウマ構造を開く穴があって、初めて外に
開かれる、まあ、初めてというのは言い過ぎかもしれないけど強烈に開かれるということがあり得て、でそれを、訓練や才能によってね行う人たちが、それはまあ芸術家創造者っていうことなんですよね。